ああ会社はこういうハラスメントが起きた時に助けてくれないんだなとか上手に対応できない私が悪いんだなはい皆さんこんにちは東京のね姉さんまいです今日のテーマはカスハラ迷惑客の理不尽クレームについてですおもてなしを大切にする旅館やホテル業界では特定の理由なしに宿泊したい客をですね拒否してはならないというふうに旅館業法に定められていたんですけれども迷惑な客の宿泊を拒否できる法律が2023年の12月から施行されました 迷惑な客っていうのは例えば土下座への謝罪を繰り返し要求するであるとか契約にない送迎を繰り返し要求するとか不当な宿泊料の割引を繰り返し要求するなどですね他のお客さんへのサービスができなくなるような恐れがある要求を繰り返すなどの行為が対象となっています例えば不当な宿泊料の割引を繰り返し要求するについては関西テレビニュースランナーの取材を受けた旅館では全国旅行支援の割引を受ける際には免許証 などの本人確認が必要なんですが、忘れた場合に割引ができないことを伝えた際に融通が効かないとか取りに帰れというのかというちですね、こう紙をめしつというふうに投げられたりといったことがあったようです。また JR バス東北がですね、昨年の年末に公式サイトに年末年始にバスをご利用のお客様へという案内を掲載しまして、発車時刻に乗り遅れた客に対して時間を過ぎたら待たないというふうに注意喚起をしてました。休憩時間のサービスエリアでもですね、同業の対応を すると言ってまして置き去りになる可能性もあることから物議を醸して現在そのお知らせは公式サイトから削除されているようです電車とか新幹線は時間通りに発車するのは当たり前なんですけれども、まあ、確かに高速バスってなると誰かしら待ちをしている時ってありますよねで、それが他の客の迷惑になっていることっていうのは間違いないです厚労省は近年のパワハラ問題を受けて令和4年3月にカスタマーハラスメント対策企業マニュアルを発表していますふと悪質なクレームは従業 従業員に過度に精神的ストレスを感じさせるとともに通常の業務に支障が出るケースも見られるなど企業や組織に金銭、時間、精神的な苦痛と多大な損失を学ぶことが想定されます従って企業は不当、悪質なクレームいわゆるカスタマーハラスメントに対して従業員を守る対応が求められますとしてですねカスハラを防止することは雇用主の義務ですよというお達しが国から出されたんですね今回は近年増えているカスハラムーブの事例とか厚労省の統計から カ原ハラの実態について見ていきましょう。今日のポイント3つです。1点目、5 5 1法来でのカ原ハラ裁判。2点目、5人に1人はカ原ハラ被害者。3点目、コミュ力高いカ原ハラ加害者。この3点についてデータ元に解説していきます。 で、まず1点目ですね。551放来の笠原裁判についてです。大阪お土産の定番の豚まんで知られます、551放来の社員だった20代男性はですね、通販の注文とか問い合わせ、クレームに電話で対応する業務を担当していました。弁護士 .com のニュースによりますと、男性従業員の業務日報に記載されているだけで56件のクレームに対応していたといいます。例えば次のようなものがありました。オンラインの配送指定日の苦情が入るが、客側の入力ミスであり、男性がその旨を 説明したにもかかわらず客はミスはしていないと主張して天下の551なんだから上の人と相談して何とかしてくれと指定日を変更するようごねると男性が冗長を経由し担当者に確認を取るなど対応を責められたということですそしてこんなこともありました送り先の住所が未定の問い合わせに対して対応が難しいと伝えるとじゃあもう購入するんだって言いたいんですかっていうふうに怒られて一方的に電話を切られたとかですねこういうことがあったようですそしてクレームの中には死ねとかバカなどの脅迫する言葉と 理不尽な要求の笠原も含まれていたようです男性は2017年10月にうつ病と診断されまして2018年に自死に至ったということですこの男性の母親が精神的負荷による精神障害の労災認定を申請したんですが大阪中央労働基準監督署は2021年3月にですね心理的負荷は強くなかったとして労災と認めずですね遺族保証金を不支給というふうに決定したようですこの労基礎の決定を覆すべくですね 男性の労災認定を求めるための裁判が大阪地裁で始まりました笠原を前面に出して労災認定を求めた裁判は少なくですね原告代理人の尾越弁護士はですねクレーム対応の最前線で働いていた方の労災訴訟は 顧客対応の現場で働く人たちにとって意義のある訴訟だと考えています。というように話しています。訴状によりますと、551法例の通信販売受付の電話機には店長や工場などに繋ぐための内線機能がなくって、男性が最初から最後まで対応しなければならなかったということです。でまたですね、電話にはかかってきた電話番号を表示するようなナンバーディスプレイの機能とか録音機能もついていなかったということですね。弁護士ドットコムの記事によりますと、今回の訴訟は労災認定を求める裁判なので直接関。 関係はないが、笠原に関連する訴訟を提起することで、企業に対し、従業員を守るために対策を講じなければならない。という労務管理を促す意義もあるというふうに記載されていました。私自身も、まあ、上司からですね、クレーム対応も仕事のうちとか、文句を聞くのも給料に含まれている。 というふうふに言われれたた時代あありまましたけれども、まあ、そんな時ですねやっぱりああ会社はこういうハラスメントが起きた時に助けてくれないんだなとか上手に対応できない私が悪いんだなと思ってですね泣き寝入りして誰にも相談できずに適応障害になってしまった経験がありましたので会社側がハラスメント対策をしっかりして働きやすい環境が整うことっていうのは非常に良いことだなというふうに思ってますでは実際に全国ではどのようなカサハラが起きているのか厚労省の統計と専門家の調査からその実態を見ていきましょう。 それでは2点目のトピックです。5人に1人はカスハラ被害者ですね。厚労省が2020年10月に実施した調査では過去3年間に顧客からの著しい迷惑行為があったと回答した企業は19.5%労働者に対する調査では過去3年間に勤務先で顧客等からの著しい迷惑行為を一度以上経験したというふうに回答した割合は15.0%という結果になってました。受けた行為の内容としては長時間の拘束や同じ内容を繰り返すクレーム、まあ、過度なものですね。 これが五十二パーセントということで、この回答が最も多くですね。続いて、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言。四十六点九パーセントがそれについていますで。ここで注意なんですけれども、カスハラっていうのは、顧客や取引先などからのクレームをすべて指すものではありません。顧客等からのクレームには、商品やサービス等への改善を求める正当なクレームがある。一方で、過剰な要求を行ったりとか、商品やサービスに不当な言いがか,かりをつける悪質なクレームもあります。不当・悪質なクレーム、いわゆるカスタ。 カスタマーハラスメントからは従業員を守る対応が求められるということですねで企業や業界によって顧客等への対応方法とか基準が異なるということが想定されるのでカスタマーハラスメントを明確に定義するっていうのはできませんけれども厚労省が行った企業へのヒアリング調査等の結果ですね企業の現場においては以下のようなものがカスタマーハラスメントであると考えられていますで顧客等からのクレーム言動のうち当該クレームを言動の容疑の内容の妥当性に照らして当該要求を実現するための手段対応が 社会通年上不相当なもものののでであって当該手段対応により労働者の就業環境が害されるとということですまた東洋大学の犯罪心理学者であります桐生正幸先生の著書「笠原の犯罪心理学」ではクレームとは本来問題解決を求めている場合の要求主張のことを言いまして悪質なクレームを商品やサービス性能保障などに関し消費者が不満足を示したもののうちその消費者が必要以上に攻撃的であったり感情的な言動を 取ったたりしたものまたは悪影が感じられる過度な金品や謝罪を求める行為というふうにしています桐生先生は独自の調査と先行研究から照らし合わせてクレームの内容やその傾向をですね5つに分類していますちょっと順番に説明していこうと思いますまず1つ目のタイプが思い込み勘違いタイプですね、まあ、例えば充電が必要な商品なのに電源がつかないっていうことから不良品だと思い込んで,でクレームの電話をですね入れた客に対して充電すれば使えますよっていうふうに伝えたところで そんなことを知らないと今すぐ新品を持ってこいというふうに切れる客などがここに当たります責任転嫁から引っ込みがつかなくなる笠原のタイプですねそして二点目が歪んだ正義感タイプですね責任者を出しなさいと言って新人からクレームの電話を引き継いだら私は長年日本を代表する製品の数々に関わってきたとだから先日購入したオタクの製品の品質の低さには失望した私が作ってきた製品の比べると云々ぬんかんぬんなどとですね製品の使用や取扱説明書の改善に至る これまでを話しまして自分は退職した後も企業の相談に乗っているなどと言ってアドバイス料として製品を最新のものに交換してほしいということを訴えるなどするアドバイスと称したカスハラですねそして3点目がストレス発散タイプですね例えば特定のスタッフに対して昨日 a ちゃんから買ったクッキーが割れていたのよと言って店長が謝ってもそのお客さん納得せずに a ちゃんの連絡先をくれと 直接謝らせないと気が済まないなどと言って従業員を萎縮させて不安がある様子とか謝罪する様子を見て日頃のうっぷんを晴らしたりとか上下の立場を印象つけてストレス発散するタイプのカスハラですねそして四つ目が攻撃的タイプですこちらのタイプは不良品を申し出てきた客に対して店側が謝罪して返品を受け付けることにしたんですが怒りが収まらずにですね店に来るのに使った交通費を返せというふうにさらにお金を要求したりとか店内で店員を怒鳴りつけたり そしてまた土下座をさせたりとか自宅まで謝罪に来るように要求するのですねちょっと反射を思わせるようなタイプの笠原になりますそして最後5つ目なんですが強い執着タイプですね とあるアクセサリーショップででの話です男性客がそのアクセサリー店でですねプロポーズに渡す指輪をセミを出した時にですね何度も店に来て神経質なまでに商品の完成度にこだわって確認してで仕上がった指輪も,もう入念に1時間かけてチェックしてで最後には満足して帰ってくれたっていう,う思ったものの後日そのお客さんが血相を変えて店にやってきたそうです。そして プロポーズが失敗したのは指輪のここが苦っているせいだ。どう責任取ってくれるんだっていうふうに怒鳴ってショーケースの上に置かれた鏡などを店員さんに投げつけた。 っていうことがあったようです商品に対して過剰に執着してしまうタイプでこの話聞く限り強迫性障害とも取れるほどの精神状態から来るカスハラなんじゃないかなっていうふうに思われますどうでしょうか皆さんもどれか一つはカスハラ体験したことあるんじゃないでしょうかこういった五つのタイプのカスハラへの対処法については桐生先生のおすすめの書籍としてグレークレームありがとうに変える技術を推薦されていましたので桐生先生の書籍と合わせてカスハラでお困りの方とか消費者窓口担当者の方は、ね ぜひチェックしてみてください。それでは三点目のトピックです。コミュ力高い笠原加害者ですね。まあ、私の経験則といろんな、まあ知識を総合して考えるに。激昂している笠原客に対して、正直犯罪心理学とか交渉術の。 特殊のスキルっていいうががない一般人がですねカスハラを相手にするのはは難しいといとう,うに私は思ってますカスハラの被害経験がある方っていうのは分かるかもしれませんけれどもカスハラ加害者は巧妙に機弁を使っていきます例えば前はいいって言われたのになぜ今回はダメなんだとかですねそれなら初めから注意書きに書いておくべきじゃないかとかこれで怪我したらどう責任に取ってくれるのかとかですねでこれ言われると一瞬あ確かにそれ言われると言い返さないなみたいな機弁を使ってくるのがカスハラ加害者 会社の特徴だったりします。2014年に行われた調査では、クレームを伝える能力には筋の通った論理的コミュニケーション能力が関与しているっていうことが示されています。上下関係を意識させて、機弁を使って相手が怯んだ様子を確認して、そこからマックス立てたりとか現地を取ろうとするっていうのは熟達したカサハラコミュ力のなせる技とも言えるかなと思いますで。またですね、日本と欧米では悪質なクレームに対する店の態度が異なります。日本では一従業員とか責任者が最初から最後までカサ 腹の対応をしなくてはならないという習慣があるところが多いですけれども、まあ、一応お客様なので丁寧に対応しなければいけないとかなるべく穏便に済ませたいとかですね警察か訴訟などの大事にするのはイメージが悪くなるとかちょっと訂正を気にしてしまうという心理があの日本の場合だと強なったと思います 一方欧米ではですね店と客の間にトラブルが発生した時にはお店はまず警察官を呼びますで不当だと思う客は訴訟を起こしますっていう感じで日本のようなそん、まあ、とか暗黙のルールっていうのは通じずですね割とさっぱりした関係性ですね。まあ、最近よく X とかでも見られますけれども店の対応に少しでも不満があるとすぐに SNS に上げてそれが拡散されて風評被害が広がったりとかしてますよね。ししししかか顧客第一主義をををを掲げててて心からおもてなしをして期待を超えるサービスを 提供し続けるカスハラによる精神的苦痛とか労力取られる時間とか従業員の離職等っていうのを考えると経済損失はかなりの額に上るんじゃないでしょうかいずれにせよ今後企業はカスハラに対する何らかの対策を取らなければいけないっていうことは自明ですただクレーム対応には特殊スキルがいるっていうのが私の考えなのでお困りの方は今回お伝えしたカスハラいての本をぜひ読んでみてください。ということで今回はカスハラ迷惑客の理不尽クレームについて解説 解説しましたがいかがでしたでしょうかそれでは最後に今週いただいたコメントで最も良かったコメントの発表ですさて今週の MVC は、えー、こちらキーエースの動画についたコメントですね腹落ちしかない潜在ニーズを捉えろと起業するときビジネススクール習ったけどここまで深くその手法までは習わなかったてか学べなかった この動画だけで数十万の授業料に引き消する価値があると思う大変勉強になりましたありがとうございますこれからも海の苦しみを超えつつ次の動画を楽しみにしておりますということでコメントありがとうございますこちらの動画で,ですね平均年収2000万円オーバーのキー金スの商品開発手順について日経ビジネスの記者が独自取材した内容をもとに私なりの視点で解釈解説をしていますよくビジネスセミナーでは顧客の潜在ニーズを捉えるとか仮説を立てろってよく言われると思うんですけれどもこれ具体的なやり 教えてくれるところってなかなかないんですよね気になった方はぜひこちらの動画もチェックしてみてくださいこのチャンネルは確率統計を使って世の中の謎を解くリアルな謎解きを体験していただく教育エンタメチャンネルです高評価とチャンネル登録よろしくお願いします新しい動画を見逃さないように通知設定オンにしてくださいそして YouTube ではできないちょっとマニアックな話を不定期でライブで行っています公式 LINE でお知らせしますのでまず LINE でお友達になってくださいそれでは次の動画でお会いしましょうバイバイ